リトアニア王国は1251年から1263年までリトアニアに存在した君主国である。リトアニア大公ミンダウガスは最初で最後のリトアニア国王として退官した。王国の地位は1263年のミンダウガスの暗殺で喪失した。その他のリトアニアの君主はその立場がほとんど国王と同一にもかかわらず大公として言及される。 その後、1430年にピータウタスによって、1918年にリトアニア協議会によって二度の王国建国の試みがなされた。リトアニアの地がローマ教皇の支配下にあるとみなす教皇院。13世紀初頭のリトアニアには大公国を形成することになる様々な異教を報じたバルト系所属が移住してきた。1230年までに、 ミンダウガスが大公国の指導者として、頭角を表した。1249年に、ミンダウガスと、老いのタウトビラス及び、ゲドビダスとの間で内戦が勃発した。両陣営とも国外に同盟を求め、ミンダウガスは、リボニア騎士団から軍事的援助のみならず、自身のカトリックの改修及びいくつかの、リトアニア西部の地の活譲と引き換えに、 リトアニア国王の地位の確約を得ることに成功した。王国の地位は1251年6月17日に、ミンダウガスが、クルム司教の手で、ローマ教皇インノケンティウス4世から贈られた、王冠を授けられたことで実現した。2年後に、ミンダウガスとその妻モルタはそれぞれリトアニア国王、女王として退官した。1255年に、ミンダウガスは、 強皇アレクサンデル4世から息子を国王として、退官させる許可を得た。ミンダウガスの退官とリボニア騎士団との同盟は、リトアニアと騎士団との平和な関係を可能とした。この期間中にリトアニアは東方に拡大し、騎士団はジェマイティアの征服を試みた。老いのトレにオタ誘いを受けたミンダウガスは、騎士団との和平を破棄してさらには1259年の、 スクオーダスの戦い及び1260年のドゥルベの戦いで騎士団を破っている。騎士団との戦いによりトレニオタの影響力は増し、その有意見はミンダウガスから逸脱した。争いは1263年にミンダウガスが二人の息子と共に暗殺されることで終焉し、リトアニアは異教信仰に戻り王国としての地位を喪失した。 リトアニアはリトアニア大公国として存続し、以後に続く君主はキリスト教に改修するまでは国王として体感できなかった。1392年から1430年までの大公、ビータウタスによる王位獲得の試みがなされている。同時期に、ビータウタスは神聖ローマ皇帝ジギスムントフォン、ルクセンブルクによって1430年に国王で、 あることとリトアニアの王国化が宣言されている。しかしながら、ジギスムントからビータウタスに送られた王冠は途中で、ポーランド貴族によって奪取された。それからほどなくしてビータウタスは国王に退官することなく没した。あとの1918年2月にリトアニアは独立を宣言することで、君主制が復活し、2代、ウラッハ皇が国王ミンダウガス2世として昇平された。 しかし、君主制は短期間で終わり、ミンダウガス2世やリトアニアへ赴むくことができなかった。リトアニア王国はドイツ帝国の従属国であり、ドイツが1918年に第一次世界大戦で敗北すると君主制案は共和制にとって変わられた。ありがとうございます。